はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12月は26日の火曜日でございまして、まったりとですねしていたんですけど、ちょっと寒い寒いというか冷たくなってきたよ。気温が今ですね19度ですね。最近18度とか17度でもなんか冷たいやってなるんですよ。昔は全然平気だったんですけど、快適な範囲内ですよ。18とかっていうのは最近飽きません。千代田区は何度か出てませんね。最近ね、出る時と出ない時ってあるんですよ。よくわかりません。さて行きましょうか。これは昨日の14時50分にザクザクに出た記事でございまして、東京武蔵野市長18年ぶりの自民系に前市議の市政では外国人投票権で激しい論争。あ、前市長の市政ではか。市議補選では菅直人氏の接収に注目というタイトルですね。ちょっと読んでいきましょう。引退を表明した立憲民主党の衆院議員菅直人元首相の後継を表明した松下玲子前市長の辞職による武蔵野市長選が24日投開票された。自民系の新人を小見野康弘氏、61。小見野康弘氏、61。が、菅氏、松下氏らの推す笹岡優子氏、37。を僅差で破り、350票とかですね。初当選した。自民系市長は18年ぶりとなる。同市を含む衆院東京18区は菅氏の地盤で、リベラル勢力への強固な支持で知られる。今回の市長選は先月菅氏が次期衆院選不出馬を表明し、後継に松下氏が名乗りを上げたことを受けたものだと。そんなんギリギリまで、やってたらいいのにね、やめはったんですね。武蔵野市議から出馬した小見野氏は、小見野でいいんかな、前は自民公明の推薦を受けた。同市議で、立憲民主党や共産党が推した笹岡氏は、菅氏や松下氏が応援に入り、激しい選挙戦を展開した。松下市政は外国人にも投票権を認める住民投票条例案などを打ち出し、激しい論争となった経緯がある。小見野氏は市民に開かれた市政を行い、訴えたことを着実に実行すると述べた。政権交代により変革がもたらされるのか。市長選による決議を受けた市議補選では、菅元首相の長男菅源太郎氏51、もうね息子は51歳ですか。まあ、51歳だけど若い顔してますね。はい。顔写真が当選した。立憲民主党は自民党の接種を批判しているだけ、ブーメランとの指摘もあったが、父親の応援演説も受け、議席を獲得した。源太郎氏は過去に衆院選の落選などを経ての当選で活動が注目されそうだった。何回か衆議院選の他のところに出て行って落ちてたみたいですね、菅源太郎さん。で、菅直人というのはですね、311の時の総理大臣で、まあ、バッドタイミングも華々しかったですね。あんな、ですね、史上最悪と僕は思うんですけど、憲政史上最悪のですね、総理大臣がですね、の時に311が起こって、もう日本中ですね、もう右往左往して、てんやわんやの大騒ぎでございましたけど、あんな時に起こるんですね。阪神・淡路大震災は、ですね、あれですね、と、なんていうかな、あれですね、社会党の党首の時に起こりましたよね。ねえ、いやその、なんでね、その、安倍さんみたいなですね、いかにも危機に強そうな人の時に起こらないでしょうね、大きな地震というのがですね。よりによって社外党のアホな党首とか、追いぼれたですね、動きの悪い党首とかですね、憲政史上最低のですね、
民主党のですね政権とかの時にですね大きな災害が起こって、普通の時にあんまり起こらないという時ですね、菅直人さんっていうのも、いつも言うことなんですけど、武蔵野市のね市民たちってね、よく恥ずかしくもなくですね、彼をずっとですね選出してきましたよね。だから武蔵野市ってむちゃくちゃイメージ悪いんですけど変な人いっぱい住んでるんちゃうかなぐらいのイメージがありますね。あの辺国立市とかね、もうなんかこう変な人いっぱい住んでるイメージですね。下手に私らは賢いねんっていう意識高いねんみたいなですね、そういうちょっといけすかん連中がたくさん住んでるんちゃうかなという気がしています。菅直人も何回かはですね選挙区で落ちてですね比例で復活してましたよね。でもあれ落とすべきなんですよね。大阪の豊中市はですねきちんと辻元清美を落としましたからですね、それをですね立民はですね参議院の全国区で拾い上げたんですよね。豊中市民を馬鹿にしてるのかって話ですね。わざわざ大差で落とした人間をですねまたですね参議院で拾い上げてですね、何をしてんねんと、豊中市民馬鹿にしてるのかお前らみたいなですね、私が豊中市民やったらむちゃくちゃ怒りますよほんまに。で武蔵野市民はずっと菅直人を上げてきたわけですね。でもうご本人ご高齢でですね辞めるって言うたわけですね。辞めるから武蔵野市長である松下さんですかが後継ぐんで辞めるって言って今回のですね選挙になったわけですけども、まあ簡単に言えばですね大きな一敗とですね小さな一勝を得たということでしょうかね。でこの菅直人という人はですね従来自民党の世襲をですねこう口を極めて罵ってきた人なんですね。でお前のバカ息子かって話ですね。あれバカかどうか知りませんよ岸さんの息子はバカでしたけど菅元首相の長男はですねアホかどうか知りません、よう知りません。菅源太郎さんね、武蔵野市議ですか、もう衆議院諦めたんですかほんまに衆議院議員になっていればですねあれ2世やって言われてますけどですね、選挙区変えて出馬したところがずっと押してるんでしょう確かこの人、別に武蔵野市議やってたらええやんということですけど、しかしつくづくですねこういうのを見てて思うのはですね、日本の政治家ってね人材の層が薄いですねほんまに。記者を見ててもつくづく思うんですけど、その辺のですね仕事ができないただ真面目だけど部長みたいな人でしょ、あんないくらでもいるやんって特段優れたところが何も見えないしピカッとも光らないですよね。岸さんっていうのは安倍さんがね岸さんのことを評して花がないって言ったらしいですね。まあ確かにそうです、花のない人であって、花があってもなくてもいいんですけど、とりあえずご自身でですねものを考える能力がないというこう決定的な欠点があるわけですよね。政治家がですねものを考えられないとですね、要は人のこの考えを借りるしかないわけですけど、その人の考えを借りるという発想もないからですね、ブレーンに変なんばっかり置いてるわけですねほんまに。で物を考えるとはどういうことかも分かっていないわけでして、ちょっと困ったもんです。いつも言う通りですねバイデンさんも同じタイプなんでですね、あんまりね言うてもしゃあないかなというところはありますけどね。でこの菅直人みたいなやつがですね1年は首相やってたんですよ、三・一一の市もう最低でしたよねほんまにもうあの時ぐらいですねああっていうこう日本の閉塞感を感じた時はありませんよ。私は新富町の事務所に毎日毎日行ってましたけど、当時は YouTube やってませんからひたすら原稿を書いてたんですけど、もう日本はどうなっていくんやろうなと立憲民主党時代の時思ってましたもん。不況ですしね、不況やし立憲民主党であんなとどうしようもない総理大臣ばっかり出してですね、3番目の野田さん多少増してたけどね、それにしてもですね暗い時代でしたね。あの時暗いの象徴がやっぱしですね菅直人ではなかったのかなという気はします。そいつがですねその後もですね10年ちょいもですね政治家を続けてきたということ自体がですね不思議でして、もう政治家を続けさせたですね人たちがですね武蔵野市民っていう、武蔵野市で一体どんなとこやねんっていうですね、もう本当に大丈夫ですか君たちはというふうに言いたくなりますね。
で、まあ、今回、モスクワでできてね、まあ、モスクワは別人格ですんでね、どんな人か知りませんけど、まあ、武蔵野市で市やってたらええやんと。まあ、そのうちですね、まあ、51ですからね、もうね、今更国会にまだ行くんでしょうかね、よう知りません。とりあえず今読みました、ザクザクのページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。